バレリー・トリール・バイレールは、フランスの記者。日本語報道ではバレリー・トリル・ベレールと表記される。フランス西部、メーヌ川下半に位置するペードラ・ロワール地域県、メーヌイコール・エイコール・ロワール県のアンジェで、小異軍人の父とアイススケート場と花屋で働く、母との間の5人目の子供として生まれた。家計は苦しく、中学校にあたるコレージュの時から苦学しながら、学校に通い、 パリ第一大学卒業。二度の離婚を経験し、子供が三人いる。パリマッチの編集者で、2005年から2011年まで、民放、テレビディレクト8の政治番組を司会していた。2006年に、フランスはオランドの民事連帯契約になったので、彼が、フランス第五共和制の大統領に当選された時、同国の大統領夫人の役割を果たし始め、 事実婚の女性では、初めてのファーストレディになる。結婚はしていないので、アメリカのメディアなどは、バレリー・トリール・バイレールを、ファーストレディではなく、ファーストガールフレンドと呼んでいる。2013年6月には、オランドと共にファーストレディとして、日本を訪問している。後の、回想録において、メディアからの必要な悪意ある記事、誹謗中傷に悩まされていたトリール・バイレールにとって、 上皇后未知こと、首相夫人の安倍昭恵から受けた気遣いや、温かいもてなしは忘れがたく、オランドと共に訪れた国の中で最も素晴らしい思い出が残っている、と記している。2014年1月10日、オランドが、ジュリー外へと密会していたことが発覚したため25日に、関係を解消。フランス国内では、ファーストレディとしての人気は、あまり高くなく、 不人気であったとの評価もある。フランス人の70%は、この騒動で大統領の評価に影響を及ぼすことはないと回答している。オランドとの関係を解消後、トリール・バイ・レールは、エリーゼ宮殿で過ごした日々を綴った暴露本を出版した。この本の出版は、フランスに大きな混乱をもたらしており、与野党、左派、右派を問わず、トリール・バイ・レールは、 卑怯なやり方で、オランドにダメージを与えようとしていると非難している。この暴露本は、庶民派として、若者や労働者層を、支持基盤としてきたオランドにとって、打撃となっており、オランドは、本の内容について、私を傷つける嘘であると反論した。エリーゼグーを離れた後は、ジャーナリスト活動と、並行して、フランス自由イコール、ダニエル・ミッテラン財団などで、 人道支援活動を行っている。ありがとうございます。